トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、トレーニングにおいて私が重要視していること、この基本原則をお話ししたいと思います。まあ、私今ボディービルやってますから、ボディービルにおいて重要な筋肉量を増やすだけではなくて、筋肉一個一個の形を変える、そして体全体のバランスを変えるということが重要なわけですが、そのために私がこれは外せないと思ってやっている基本原則ですね、こちらを皆さんにお伝えしたいと思います。その前にですね、イスラエルから帰国して1週間経ちました。もう部活も授業も通常通り、まだ通常通りではないですけども、もう進めてます。でね、部活の学生さん、そして授業に出ている学生さんたちを見るとたった半年ですけどね、大きな成長を感じるものですね。特に部活においてはね、学生ボディービル選手権などの、ハードルに立ち向かったもの、そして授業においては、学会などのハードルに立ち向かったもの、研究ですよね。そういうことがあると大きく成長するなと、たった半年でも大きく成長できるなということを感じてまして、改めてね、ハードルの重要性というものを感じてます。ハードル設定間違えるとね、心が苦しくなったりしてしまう部分もありますが、やっぱりハードルがあると人は成長できるんだなと、大きく成長できるんだなということを感じてますね。で、私自身はね、1週間経ってなかなかね、まだ心が切り替わってないところもあって、今の心境はまた他の動画で話しますけど、ちょっとまだ YouTube をバンバン撮るという感じでもないんですよね。まだイスラエル時代にいた動画が出ていると思いますけども、なんかこううまくルーティン化していくとね、どんどん撮れるんですけども、なかなかそういう気分にならないというところがあって、ちょっと苦戦を感じてます。で、その話はまた今度しましょう。で、今日はですね、その体を変える、筋肉量を増やすだけではなくて、一個一個の筋肉のクオリティを上げる、そして体全体のバランスを整えていくというボディービル競技を私やってるわけですけども、そのために重要なトレーニングの私の原則を紹介したいと思います。これね、いろんな情報があるんで、惑わされてしまうこともあると思いますけども、私が長年やってきた経験をね、話したいと思います。やっぱり筋肉量を増やしていくということは大変重要で、この量がないとね、どうしようもない部分があるので、これはね、もう本当に重量に立ち向かっていくこと、そして、粘ることですね。いかにね、回数を伸ばしていくかというところを大事にしてほしいということは常々言ってきました。毎回チャレンジだよと、重りも回数もいつも勝負の気持ちを持ってやるとね、筋肉が大きく成長していきます。それだけではね、形を制御できない、一個一個の筋肉の形も制御できないし、クオリティも上がらない、細かいところの作り込みですね。そして体全体のバランスがやはりボディービルではすごく重要なんですね。一個一個の筋肉がでかいだけではダメで、一個一個の筋肉のクオリティがいいだけではダメで、体全体としてボディービル的に評価されるかどうかというのが大事になってくるわけですよね。いろんなトレーニングの目的ありますけども、私は今そこに向かっているので、そこのお話をしたいと思います。その中で重要視しているのがね、 POF という考え方で、ポジションオブフレクションと、どこで最も強く筋肉が力を出すかということを考えましょうと。筋肉というのはよく縮まったところとよく伸びたところがあります。短縮領域と伸長領域と、よく縮んでいるところとよく伸びているところ、その間、簡単に言うとこの3つに分けて考えましょうというコンセプトなんですよね。筋肉をよく伸ばす種目をストレッチ種目、筋肉をよく縮める種目をコントラクト種目、筋肉がそのどちらでもない間にある、長さが間にある種目をミッドレンジ種目というふうに呼ぶわけですね。これはそれぞれね、同じ筋肉を使ったとしても筋肉に入る刺激というのは異なってくる。そして筋肉がというかね、トレーニングで扱える重量なんかも変わってくるということなんですね。
同じ筋肉だとしても変わってくるし、同じじゃないかもしれないという考え方も、まあ、今私たちの研究によって出てきています。で、仮にね、同じ筋肉を、刺激するストレッチ種目、ミッドレンジ種目、コントラクト種目の3つでねと、同じ筋肉を刺激するとしましょう。その中でね、どういった差があるかというところを考えると、まずミッドレンジ種目というのはね、最も強い力を出しやすい種目と考えてますから、この種目をもってね、重量や回数に立ち向かっていくということをする。これがまず一つ。そしてディテールをね、改善していくためには、よく伸ばす種目、よく縮める種目というのをやっていく必要があるわけですよ。で、ここでね、2つ、それぞれに、1つずつか、アドバイスしたいことが、皆さんに伝えたいことがあってですね、まあ、今回イスラエルから帰ってきて、まあ、半年ぶりにこの環境でね、トレーニングしてますから、同じトレーニング強度ではとてもできないと。環境を変えていきなり同じ重量で持つ、というのはね、まあ、全く同じ機材だったらできるかもしれませんけども、もう結構ギリギリの勝負をしてるんで、なかなか難しいんですよね。なのでちょっと危険性があると、まあ、大会まで1ヶ月ぐらいですから、怪我をするともう一発退場なんで、ここで冒険を、しすぎることはできないわけで、少し強度を落とさざるを得ないと思ってやってます。まあ、その時にね、やっぱり安全を重視すると、コントラクト種目なんですよね、怪我しにくいんですよ。これ重量扱えないし、筋肉よく伸びないから、あんま怪我をするリスクがないんですよね。ないというか低いんですよね。にもかかわらず、まあ、私のようにもうトレーニングを長年やってきて筋肉の感覚が鋭い人は、狙った筋肉にギュンギュン刺激が入ると、もうギュンギュンって感覚ないでしょ。もう我々あるんですよね、ギュンギュン筋収縮すると。この感覚がね、強いからすごく鍛えた気になるんですよね。で、すごくパンプする感じもあります。これがね、やった気になるという落とし穴があるということをお伝えしたいです。とてもね、大事な POFO、 筋肉のディテールを改善するために、よく伸ばす種目も、よく縮める種目も、まあ、中間領域でミッドレンジの種目も、中間領域で行うミッドレンジ種目もですね、全部大事なんですけども、よく筋肉を縮める種目、縮めたところで力を出す、コントラクト種目は、やった感があるという罠に陥りやすいと、感じますね。これは本当にね、危険ですから、私も早くね、ミッドレンジ種目で重量、回数を伸ばし、ストレッチ種目で強烈に筋肉を伸ばすというトレーニングに入っていきたいと思って、帰国後1週間整えてきてます。まあ、だんだんね、整えてきて、まあ、8割ぐらいはできるようになってきたので、次はね、もう9割10割のトレーニングをしていきたいというふうに思ってます。ちょっと早いぐらいなんですけど、まあ、もう時間がないですからね、試合までという感じで、コントラクト種目を、やることでね、筋肉がギュンギュン収縮する感じを、出す。これ悪いことじゃないんですけども、まあ、根本的な筋量の増加といったものはやっぱ起こりにくいですよね。出してる力が弱すぎる。もちろんね、未発達の筋繊維があれば、そこで発達しますけども、そうでない場合にはやはりミッドレンジ種目で高重量をもう、全集中ですよね、いわゆるで上げると、そして10レップのトレーニングであっても11レップ目に全集中で臨むということに、比べるとですね、やはり筋肉のサイズ、といったものを追い求めるにはですね、足りないと。まあ、もちろんコントラクト種目はそもそもそういう、筋肉量をね、増大させるというよりもね、ディテールを改善すると思って取り組んだ方がいいんですけど、明らかにね、やった感があるということで、これがね、そこだけに、終わってしまう罠があるということをお伝え、したかったわけですね。で、もう一個ね、ストレッチ種目の罠がありますけども、これはまた次の動画で話すとしましょう。今回はですね、私が、ボディービル、まあ、筋肉量を増やす、そして筋肉一個一個のディテールを上げる、体全体のバランスを整える時に重要視している POF 法の中のコントラクト種目の罠についてお話ししました。
筋肉一個一個の感度が上がっていくことは、これは熟練していくためにとても重要なことなんですが、それゆえにね、やった気になることがありますから、そうならないようにしっかりとミッドレンジ種目で重量や回数に、もう死に物狂いで、向かっていくということも、いうこともというか、それをね、しっかり重要視してやってもらいたいというふうに思います。ということで、今日もトレーニング頑張ってください。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。